はい、じゃあ今日はね、なんかすげえ変わったものをね、変わったもの、スペシャルなものを捕まえたよっていう話で、物騒っすね、はい、なんか暗い、黒実は自分で捕まえたんじゃないんだけど、ある人がね、なんか手袋だけで、ゴム手袋だけで捕まえたそうなの。ゴム手袋が必要、はい、これです。おお、最初ジムグリかなと思ったんだけど、山越しでもね、よく見たら、ネットで調べてみたら、この模様がどっかで見た模様、マムシですね。マムシ、あ、これがこれがジャパニーズ毒蛇。ひー、やばいやつやばい。世界に冠たる毒蛇ですよ。で、ちっちゃくて可愛いでしょ。確かに、ね、だけどね、こいつね、餌を常に求めていて、ほうほう、今ほらこれちょっと首見ててくれ、首、はい、こうやって首動かすと、ほら首がほらジャイロみたいに動いてますね、動いてますね。なんか今そっちのカメラを狙って、ほらほら一方向、今下ベロペラペラって、ほら、はいはい、おお、ね、すげえ。だからなんかね、詳しい人に言わせると、はいはいはい、なんかこう熱源に向かって向いてて、それが獲物、例えばほらネズミとかさ、なんかこう体温のあるやつ、赤外線を感知するらしくて、それでそいつを攻撃して麻痺させて食べるみたい。あ、だからこういうスタイル、これ首がほらジャイロみたいに向くじゃん、ね、めっちゃ動いてますね。なんかこっちで獲物を捕まえてそこに襲いかかるから、うん、下手にこうやって指とか入れると噛まれるって言って。なるほど、うん、いや実はね、餌やろうと思ってなんかこの中入れてやろうかなと思ったっけ、そしたらダメだよって、指噛まれるよって。うん、ないっすね。そう、そんな布だダメだからっつって、今ガムテープで固めて、ガムテープで、あ、穴開いてますね。今息、うん、させるんだけど、しばらく次の授業までね、こう見せてやろうかと思ってさ、ほら首が、ほら初めてこれ噂に聞く、そのなんていうの、このジャイロ。そうっすね。固定してずっとこっち見られてる感じですね。そうそうそう、首だけこっち痛いよ、置いてる感じが。そう、結構今ね、室温が低いからなんだけど、高くなると結構活発に、なんか本当にこう近くを通るだけで噛みついたりするんだって。結構凶暴なんですね、うん、ちょっと脅かしてみる。はいはいはい、ほい、ほい、ヒルヒルヒルって、ほら下ピロも怒ってる、怒ってる、怒ってる、下動いて、おー、ヒー、なんか形が可愛いんだけどね。あ、そうですね、こっち乗り出してますし、怖いっすね。じゃあしばらく、なんか餌やんなくてもしばらく何日かね、うん、生きてられるそうなので、うん、あとこれどうしようかなって、うん、自然に返すのがいいのか、うん、業者とかに渡すのがいいのか、おい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 、はい、なるほど。じゃあ、はい、暗がりに戻しておとなしくさせて、はい、さあ、なるほど、はい、ありがとうございました。